雲の中では何が起こっているのか、雲をつかもうとしている話、荒木健太郎です。桜井ゆかです。はい。はい。桜井さん。はい。あの中学校の同級生。はい、同級生です。はい。で今現在はえっとまあモデルとか読者モデル、サロンモデル、タレント活動をされている方ですね。しております。将来有望なあの友達です。で今日はこの桜井さんとですね。はい。 まあ、お話し,していくわけなんですけれども、はい、え、どんな方に何を言いたいかっていうことなんですけれども。うん、まず、あの気象学、これまで、あの勉強されたことがない。あの、まあ、勉強って言うと、やっぱ、あの専門的なところ入ってきちゃうんで。うん、そう、そういう大学とか、まあ、高校とか、で自主的にやるっていう人以外は、あんまり経験ないと思うんですけど。な<い>桜井さん、どうですか?。ないです、ないです。本当に <laughs> 勉強したことはない。テレビで、いつも天気どうなってるのかなって。見てる側で、言われた通りに、傘持っていくし。 言われた通りに洋服もこう羽織るもの持ってったりとかしてるタイプです。はい、<laughs> その通りで、はい、あの人たち人々の、はい、生活にですね。気象は本当はすごく密,密接に関わっている、うん、にもかかわらず、気象学って実際勉強してみると難しい物理なんですよ。物理数学で記述されている学問なわけですね。だから難しい。でも、うん、あの。 ま、天気予報とか、そういう日常生活に非常に浸透しているものですね。はい、あの桜井さん、雲とか空とか、はい、好きですか？大好きです。私、空の写真を結構よく撮ってブログとかに載せたりとか。結構夕暮れ時の空の色とか雲みたいなのがすごい好きで。 す晴らしいですねあの私は特にそういう気象学全然勉強したことないでもあの雲の写真とか空の写真ついつい綺麗だから撮っちゃうっていうような方のために書書いた書籍なんですよ何がどうなってあの雲の形になったり色になってるか本当に全然わからないんですけどででも綺麗ですからねそ,うその瞬間を見れた自分が嬉しくてその残したくて写真に。 さすがモデえっとそれでですねそんな一般の、えー、気象学特に勉強されたことないでも雲や空が好きっていう方に、うん、もっと、えー、空や雲を、うんえー、楽しむ方法を伝えたいというのが、うんえー、この書籍を執筆していく中で、えーま、私が思っていたところなんですね。で、えー、こちらが、えー、書籍のカバーデザインなんですけれども。うんはい えーまあ、雲の中では何が起こっているのかって書いてあって実際、その雲の中ではい、えー、いろんなことが起きています、はいでまあ、虹とかですねあのあ雨が降ったりとかいろいろあるわけなんですけどやっぱり、はい、難しい、それ全部あの表現するのはあの数式が必要になってくるわけなんですね。なんかまずそういうのを表現するのに数式が必要だっていうこと自体もわからなかったです。はい 天気予報はですね実は全部数学に基づいて発表を予測してるんですね。大気の将来の状態を求めるためにはそういう数学を基礎にした物理に基づいてこれまで分かっている大気の法則を数式にしてそれを計算してる。そそそれののの結果が天気予報にななる通通りりんですねですから本当は気象学っていうのは生活に密る 着してるんですけどすごい難しい。でも、うん、あの難しいところをですね、あのこの書籍はですねイメージしやすいようにしています。うん、じゃじゃん。じゃじゃん。えー、こちらがその書籍の中にあのはいはいそうですね。<laughs> はい、あの登場しているあの人たちなんですね。まあこういうまあ酔っ払いたちがですね。あ酔っ払ってのはこの人だけです、ね。あパーセンあパーセルト<あ> <laughs> 酔っ払ってん,んですかこれ。これ酔っ払っても頬が赤いよね。頬が赤いはい酔っ払ってます。 はいえー、こんな人たちに気象をですねイメージしやすく説明してもらおうというのが、うん、この書籍なわけですね。うん、でほかにもですねパーセルくん以外にもいろんな登場人物が、うんえー、出てきますこの中で気になるのってありますか私予報官が大好きなんですよね。予報予報官予報官官と之助どんななころが気になりまました予報官はまず これサングラスしてて見えんのかなって思ったんですけどサングラスじゃなくてメガネですか残念ながらメガネですすいませんねわかりにくくてでタツノスケはどうですかタツノスケはこの目回ってるのに回り続けてるこの自分をちょっとはい、こう M なのかなって思ったんですよね多分ねそれはねあの自分で自分を追い込むっていうね追い込むタイプひとり SM っていうそれね研究者とかねこうなんか こう、一つのことに集中したい人って、大体そうなんですね。あ、そうなん。あ、そうですね。なるほど。で、まあ、辰之助もね、そういうわけなんですけど。この辰之助っていうのは、竜巻とかの、あの、原理を説明するために、出てきてくれている、登場人物です。なるほど。で、あの、この書籍はですね、六小構成になっていて、特にですね、あの、雲や空を。もっと楽しんでいただくために、まず読んでいただきたいのが、第一章と第二章です。はい。え、特に第一章では。 その雲を楽しむためのまあ基礎的なところをですね、はい、さっきのパーセルくんとかそういった登場人物たちでいろいろ解説をしてくれています、はい、でさらに第2章ではえ実際に目で見た時の,あの特に桜井さんがさっき言ってたように目で見て美しい現象、はい、まあ夕焼けとかね、うん、そういうのが何で起こってるかっていうのをあの説明しています、うん、あのこちらあの雲の写真いろいろ並べてるんですけど気になる雲ある 一番左上右上どれやこれ赤いですねこれ夕暮れ時の高いところにある雲ですねこれケンウンっていう雲ですケンウン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 巻雲って書いてケンウ巻雲そうそうそうこの辺なんかちょっと巻いてる感じしやん しないかあの雲、ーまあ、はですね、はい、あの大きく分けると実は10種類に分類されます10種類っもっと多いと思ってた少ないと思ってたえ6種類ぐらいだと思ってます少ないね <laughs> あの積乱雲ともこもこしてる雲とそう何が違うの,へこあの平坦なやつと平坦なやつあ、はいはい、ふわってしてるわためみたいなのとそう大体同じなんです <laughs> <laughs> はい次ですでえーはい、まああのー、そんなね雲 実際にどういう状況で起きているか、まあ大気がどういう状態になっているかっていうのですね、その対象とかでよく説明していくわけなんですけれども、あのフォアっていう言葉聞いたことあります？ないです。ないですか？はい。すみませんでした。えっとフォアっていうのはですね、あの空気がですね水蒸気をこうちょうどいいぐらいまで含んでいる状態、あのいわゆる相対湿度100%。相対湿度？湿度です。あ、湿度。あ、湿度でオッケー。はい。 でその湿度湿度わかる。ちょっと若干ちょっとバカにしてますよね。<laughs> 全然してない。全然してないよ。<laughs> でもこうわかんない人向けだと本当その言葉一つ一つがわかんなくて。はい。すみません<や>聞き返させて。いやとんでもないです。とんでもないです。あのそれ重要です。<laughs> はい、あのそういうところをちまちま書いてるのがこの書籍なんですね。うん、であの湿度っていう言葉は多分聞かれたことあると思うんですけども。湿度ははい聞いたことあります。はい、それあのもう一つ別名があってそれが相対湿度って言います。うん で湿度100%ってどんなイじめじめしてますね。うん、でじめじめしてるとき空気どうなってるかっていうのを説明してるのがこれなんですね。あの空気が目いっぱいじゃないちょうどいいぐらい、はい、その水蒸気を、えー、含んでいて満足しちゃってる状態、うん、それがあの湿度が100%の状態なんですね。うん、でそういう時のことを、えー、そういう状態のことを飽和っていうふうに言ってます。はい で、あの一方ですね。あの見方は下方はっていうのがやっぱりあって見方はっていうのはあの空気乾いてるような状況です。飽和してないってことですね。飽和してないま。まだ飽和してない、ね。まだ飽和してない。はい。あの冬場の関東平野とか、うん、あのカラッとしてるじゃない。うん、ああいう時。 火の元にお気をつけくださいって予報士さんが言ってるやつですねその通りです乾燥注意報が出てる時なんですね乾燥しているような場合は未飽和ですそういう空気はですね水蒸気足りないわけですだからもっといっぱい飲みたいわけですねだから水蒸気あれば飲んじゃう一方で過飽和っていうのはもう飲みすぎちゃってるお酒強いお酒強いですか弱いですか私もそんな強くないんですけど限界を超えて飲むことってある ないです。ないですか？私はあるんですね。<laughs> はい。まあそこはですね、あのまあ、いろんなあれがありますね。お付き合いがありますもんね。そうですね。はい。飲まなきゃいけない時はある。はいはい、でそれで、えー、<laughs> 飲んだ結果ですね、こう限界を超えてもこう我慢し続けて飲んじゃうってことはあります。でそんな状態が過効は。 飲みすぎちゃった花粉は,い、はで少し刺激されるともう溢れちゃいそうなんですね <laughs> それすごい嫌、はい、近寄りたくないタイプですよねあそうですね、はい、で電車とかで会うと厄介か、ね、<laughs> ですね、はい、でこの辺なんかこう口から出てきてるよね <laughs> ちょっと嫌なもうここさ,ここさ <laughs> お腹とかにこう刺激を与えるとさ何が起こりますか <laughs> ってなりますよねそうですねそれが「凝結」です 凝結はい水蒸気から水になることを「凝結」って言います水滴になることですねであの、ま、げゲロっちゃうわけですね要は空気がそれを凝結って言ってそういうふうにして水蒸気から水滴になって雲,雲ができてる雲はこのパーセルくんがゲロっちゃってできてるんですね <laughs> なんかそう言われるとすごい綺麗なものが綺麗に見えなくなるんですけど大丈夫あの <laughs> 大丈夫です心の目で見れば大丈夫ですはいでまあここに綺麗な虹がありますん。でまあ第2章とかではですねこういった虹がなんでできるのかまあ空を楽しむために特に桜井さんとかよく写真を撮られてるってことなんでこういう虹が出るタイミングとかですねでも本当タイミングが知れればもっと写真撮れるのにと思いますそうなんですよそういうタイミングとかも含めていろいろ書いていますさっきあの えー、桜井さん夕,夕焼けなんでかみたいなことを、うん、おっしゃってたと思うんですけど、はい、雲雲がどうして白いのかって知ってますかあ、そういう難しい質問しちゃいますあんまり <laughs> あの普段意識してないじゃないですか <laughs> 全然したことないです当たり前だからね、えー、雲は白いから<う><う>と思ってました疑問に思わないもう日常生活の中で当たり前になってるから、うん、疑問に思わないんだけどでもねよく見てみると、えー、この雲 あの白いところだけじゃなくて、灰色とか黒っぽいところあるよね。確かに。はい。まあ、色がどうして分かれるのか、うん、えそういうところも、えー、説明をしています。ぜひ読んでみてください。え、あれ太陽の光でそういう風うに見えてるだけじゃないんですか？そうなんだけど、えー、その光がですね、雲の中で、えー、<laughs> どういうこうごちゃごちゃっと反射されたり吸収されたりとかっていう見え方によって。えー 白黒つけられてしまうんですね。なるほど。はい。詳しくははい。詳しくは本章を読んで本章見てください。<laughs> はい。で、あの実際その第一章第二章で、あのまあ雲面白いと、まあちょっと、うん、まあ物理っぽいところあるけど、こうイメージしやすい面白いって思っていただけた方はですね、うんはい、それ以降第三章以降のえどっぷり雲の中の世界にえ入っていただきたいと思います。で、まあその中ではですね、あの。 まあこんなふうに積乱雲の一生とかですねあの擬人化しているものもありますでえっとまあ雲を作ってるちっちゃいつぶつぶだったりその雲がもたらすえ気象災害だったりえ最先端の研究で何をやってるかとかそういったところも含めていろいろ書いてありますですからあの全然 気象学なんかわかんないよ知らないよっていう人でもこう読み進めていくうちにどんどん気象について詳しくなっちゃうそんな本なんですね。なるほどもしかするとねこの本読んで櫻井さんウェザーキャスターやってるかもしれない本当ですか来年再来年ぐらい気象予報士取ってまあ水戸水戸なんだっけ NHK でも水戸でも何でもなんかそういう放送局でいつの間にかあの 天気予報してるかもしれないですね。いや、あの、これぐらい情報がいっぱい入ってて、わかりやすいってことですね。うん。あながち嘘じゃない。まあ、あの。この雲を見て、あの。これ結構かっこいいと思うんですけど、どう思う。なんか綺麗。いや、まあ、かっこいいですけど。そう、あ、その上の文字が気になるね。はい、わかります。あ、まあ。外見かっこいい。気になっちゃいますね。で、まあ。 恋愛とかでも多分そうだと思うんですけど見た感じいい感じのこの人いいなと思う人とうまく付き合うためにはやっぱりその人の内面を知ってあげる外見よくてもクズ野郎だったっということすはやっぱりうまく付き合うには内面を知らなきゃいけないじゃあこの雲の中では一体何が起こっているのか内面を見てみるとじゃじゃん まあこんな風にですね、あの上っているところとか、落ち込んじゃってるところとか、いろんな感情がこう入り味あるというわけですね。予報官はいないんですね、ここには。ここには予報官はいません。<laughs> これはあの実際に桜井さんがそのこういう雲を見たときに、まあこんな風に想像してもらえるといいなっていう意味合いで出してる。なるほど。はい。でまあこんな風にその雲の性格とか、内面とかをですね知ってあげると、より 親密な間柄になることができます。はい、より深いお付き合いができるようになるわけですね。<laughs> 嬉しいですね。<laughs> はい。というわけで、えー、今日は、はいえー、モデルの桜ゆかさんと、はい。えー、まあ特にあの気象学をこれから勉強する、まあ今は勉強してないけどあの<ー>まあ、雲とか空が好きだよっていう方に向けて<ー>、えー、二人でメッセージをはい、はい、伝えてきました。<laughs> はい、えー。どうもありがとうございました。ありがとうございました。